日本奈良県奈良市芝月抜け町芝月抜け町は奈良県奈良市の中央部に位置する地区である。郵便番号は630-8385。奈良市の中央部、市街地の中央部に位置する。岩合寺周辺の奈良町の中にある。東西に通る道路の両側に並ぶ住宅地域。岩合寺地域の一部で岩合寺文化財研究所がある。北は中野委長、南は 芝原屋町、東は、美写門町と接している。芝月抜け町の町並芝は元元,元号寺境大で、後輩して、芝原となっていたのに由来し、東側の笠崎町に街路を開いたので、月抜け町と言ったと言われている。明治22年奈良町に所属。明治31年奈良市に所属。旧名を、魅力寿司と言い、俗に、狐寿司という。 漢文年間状況年間ごろ作成と推定される元禄十六年写しの和州南都図には狐勝氏とあり、状況四年の奈良幕にも狐が図紙と見え、町役十三件と記す。法営年間長戴、高木またべ所持日会には、米屋二件が知られる。官営八年の役家、数十三、元禄二年の役家図十二、尺屋十二、京宝十四年の役家、 数十三、焼かず二十二、尺や十能と、春日若宮祭りに出演する、農薬者や、若宮祭りに参勤する大名の役人衆の、宿泊所を提供する、宿割町になっていた。安政六年二月二十八日となり町の、美車門町から出た火災で、東町民家がほとんど消失した。近鉄奈良駅から徒歩十五分程度。ありがとうございます。